ディルモジーはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のラッパー、シンガーソングライター。インタースコープレコードより2018年にデビューアルバムノースベストを続けて2019年にセカンドアルバムサーティファイドヒットメーカーをリリース。サーティファイドヒットメーカーはビルボードを200で12位を記録。中でもスタックイン、エイドリームはビルボードホット100でトップ60にランクインした。 2020年2月にリリースされた楽曲ブルーベリーフェーゴはアプリティックトックにて突発的な人気を集め全米チャート8位を獲得。なお、モジーは2019年6月に XXL マガジンのフレッシュマンクラスリストにも選出された。2016年に初めてサウンドクラウド上に自身の楽曲ソバットを配信。その後、プルアップを ファーストシングルとして発売した。サードシングル、ノーティストは、コール・ベネットが監督を務めたミュージックビデオと共にリリース。2週間でミュージックビデオは約1000万もの再生数を取得した。2018年10月19日にシングル3曲を含む、計11曲のデビューアルバム、ノースベストをリリース。2019年11月8日に、セカンドアルバム、 サーティファイのヒットメーカーをリリースしたが、シングル、ブルーベリー・フェイゴと共に2020年2月7日に再リリースした。楽曲、ブルーベリー・フェイゴは、リリース前にインターネット上にリークされた後、若者を中心に人気のアプリティックトックで流行、ビルボードホット100や全英シングルチャート等、世界的にチャートインをした。ノーツ、ありがとうございます。